別当戦とは、正式には、ケビー氏、別当戦と称し、ケビー氏別当の高等命令を、ケビー市長の官人が発給した命令文書のことである。朝鮮とも。ケビー氏別当は、大上官の犠牲官の中から天皇によって、直接任命された役職で、天皇に直属して天皇及び大上官と、ケビー市長との連絡に当たった。そのため、別当戦は、 天皇の命を報じて行われる場合もあり、戦時に準じた書式が用いられ、効力もそれに準じたものであったので権威が高く、別当戦に背いたものは異直罪に問われることもあった。平安時代には、日別当戦区に始まり、社で終わり、これに日付及び武行した、ケビー市長の官人の遺書が加えられた。鎌倉時代に入ると、人事関係を除いて、諸殺様による、 自家状形式の別当線及び別当家の消しによる、報書形式の別当線が用いられるようになった。前者は検問などに対して別当が直に作成した文書であり、後者は神社や庶民に対する命令文書であった。ただし、後者は直接相手に下されるわけではなく、これを受け取った、キャビー市長の官理人がこれをもとに、市長下し文を作成して、相手側に送付した。 このため、こうした、市長下し文も、別当線と称した。室町幕府によって、京都の市中支配の権限が接収されると、ケビー氏は、完全に形骸化して、別当線が出されることはなくなった。ありがとうございます。